今ね目の前にママがいるのねえママがいる、今名前にそうになったママの、危ないですね。あ、タワーありがとう、クリスマスのタワーありがとうございます。お誕生日のタワーありがとう。書く、そう、クマさんの名前は決めてないんですけど、そう、ありがとうございます。ちょっとママがケーキのあの火、ろうそくをつけるためにいてくれてるんですよ。そう、クマさん、そう、これでだからクマさんのこれも、キリミちゃんもありがとう。クマさんとクマさんでクマさんパーティーですね。めっちゃタワーありがとうございます。そう、ありがとうございます。やった、やテンション上げ上げだよ。ママの似顔絵似てる、このまま。卵もありがとう。やばすぎ。そう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。タワーこっちの方がいい、こっちの方がいいな。見て、ちっちゃくなってるから書きました。ここにちっちゃくなった、食いしん坊さんそう、ありがとうございます。17歳おめでとう、ありがとう。17歳になりました本日。そう、見て、だからね、帽子もありますママママがいるよ、これ見してママが配信見てるんだけど。そう、ありがとうございますね。メイクはしてますね。パーティーですよ。15分になったらケーキを見せたいと思います。え、めっちゃすごいのここちゃん。そう、ありがとうございます。あ、またタワーありがとう。タワー、あれまたタワーだよね、怖い。あ、タコン、たこ焼きありがとう。たまー、そう、お誕生日おめでとう、ありがとう。ゆっくりと書いていきたいと思います。私は続いていきます。そう、あー、でれれれれれ、え、お誕生日したもありがとう。誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、続いて、きりみちゃん、きりみちゃん、きりみちゃんありがとうございます。お誕生日なんですよ今日、きりみちゃん。そう、ケーキはなんかすごい初めて、私も初めてなんですよこういうケーキはって感じです。え、きりみちゃんの絵を描くね、じゃあそう、ただありがとうございます。そう、17歳なんですよ実は。タワーありがとうございます。じゃらん、そう、誕生日おめでとう、ありがとう。特注、そう、特注、特注、特注だってちゃんとなんか頼んでくれたみたいですね。ありがとうございます。イエイ、きりみちゃん超上手だよね。私めっちゃうまいと思うんだけど。続いていきます。タワーめっちゃありがとう。ママ続いては、ほほほほほ、卵、卵、そう、やばい、ペンがカスカスになってきたかも。あ、そんなことなかったありがとう、お誕生日なんですよ今日は。ありがとうございます。17歳です、見て、ほら17歳になりました。くまさんとくまさんです。
わ、ありがとう、たわん。ふふ。卵たち。これは、卵三兄弟。そう。ツイートしないの、これ終わったらしようかなと思ってる。え、そう、なんかタイミングわかんないやん。なんか12時にさ、できなかったから、できないやん。12時にしちゃダメやからさ、なんかどうしたらいいんだろうと思って、タイミングがわからなくて、いつツイートしようと思って。続いて、たこ焼き。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 そう。なるほど、だよね。どう思うよ。どう思いますか、皆さんは。そう。どっちがココちゃんでしょう。誕生日おめでとう、ありがとう。出会ってから2年1ヶ月いつもありがとうね。あ、こちらこそありがとう、嬉しい。そう、今日はココナちゃんのお誕生日なんです。え、何、ひめたんがあなたを画像にタグ付けしましたって言ってるんだけど、見たいね、見てよこの帽子を。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー私。これかぶるね。じゃあ、そう、やばいでしょ、ろうそく曲がりすぎじゃない。このろうそくを見て、曲がっているよ。そう、帽子買ったの。そう、帽子があったの。そう。そう、誕生日すぎん、これは。一人でさ、お誕生日すぎる人みたいな。私は一人でお誕生日すぎる人なんだけど。そう、なんかたこ焼き買えたらさ、なんかサヤエンドウになっちゃった。ありがとうございます、たこ焼き、たわ、ありがとう。そして続いていきたいと思います。次はおたまじゃくしさん。そう。そうなんですよ。お誕生日めっちゃ嬉しい、めっちゃいっぱいありがとう。なんか嬉しいね。続いてはお友達さんです。ね、今日はフィンランドミラクル。え、フィンランドミラクル、お誕生日おめでとう、ありがとう。なんかこの帽子かぶとハゲに見える。やだよ、ね、もう早くケーキを見せたいの、みんなに。え、なんかここちゃん、ここちゃんっていうケーキだのよ、だのよ。はっ、落ちた。ここちゃんっていうケーキだのよ。なのですっごい見てほしくて、早く見せたい。ほーいよー、ほい。ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ひめたんがおめでとうツイートしてくれてんの、嬉しいよ。ひめたん、ありがとう。ひめたんは昨日4時ぐらいに連絡してきてくれて、なんかガキって言われました、バラすよ私は。ひめたんになんか何歳って聞かれて、17歳だよって言ったら、なんかガキって言われたんだけど。ひどくないですか。ありがとう、見て成長過程。ケーキになります、最後は。嬉しい、ゆめたん、ありがとう。そう、おつまこも行ってきてくれて、12時に。なんか嬉しかった、おつたんさんの絆、おつたんさんの絆でした。そう。お
つまこより年上になった。だからおつまこにはあのカニチップ、おつまことカニチップ食べてたから、カニチップをいっぱい送るねって言って言いましたね、お話しした。そう、姫たんはツンデレだから、そうツンデレなんですよね。団長ベムとありがとう、嬉しい。え、17の写真を撮りたいなと思って、で見てこれしなびてるんだけど、え、みんなにめっちゃ聞きたいことがあって、これ今ね暖房、ここに暖房あるんだけど、暖房にあの近づけるとね、は破裂しそうなぐらいね膨らむの。なんでだと思う、みんなこんなにしぼんでるのに。そう、誕生日おめでとうございます、ありがとう。え、めっちゃ怖いんですけど、見てほら膨らむの、合ってるこれ、こうじゃない？あ、違うな。こう。え、どういうこと？71歳になる。こう、こうじゃない？こうや、こうこうこう。71歳になってまう。ジュナ、これやって、これ。こうやって。すぐか、こっちだ、こういうこと、これだってる、ママママのすっぴんがさ反射してさ映ったらどうしよう。今ねママがすっぴんでいるからね、ちょっとそれがね映ってまうかもしれんよ。そう、あ、やっぱ違くない、やっぱ違うよ、こっちじゃない、そう、こうやないの。そう、アベベありがとう。やばい、ママのすっぴんが映り込んでしまうのでダメだと思います。ちょっとママのねすっぴんがねちょっと映ったらママ泣いちゃうので、そう、え、これがさ一番しっくりくる、これは、これ違う、こっち、これこれで合ってる、こう、これで合ってるらしい。で、これをこっち、違うな、ママもバカじゃないか。え、ママもおバカで辛いんですが。あ、合ってる、そう、合ってる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 、これで合ってるらしいです。あ、え、待って、これかぶってやる、これかぶってもうお誕生日パラダイスの人になるんで、そう、ママが正しいだって、スクショして。これです、ありがとうございます。17歳、よし完璧、 OK、 ありがとうございます。そう、え、何、ちょっとママのすっぴんはちょっといけ見せられないので、そう、まあ何してんの。ママがなんかってしてるんですけど。何してんですか、あなたは。はい、あ、タワー、え、めっちゃありがとうございます、タワーありがとう、書かなきゃね。え、ママが面白すぎて辛いんだけど、え、ママってこんなんなんだね、実は。そう、お誕生日おめでとうありがとう、ということでちょっとタワーを書きたいと思います。おもろすぎんか、私のママさ、ちょっとあのおもろすぎるんよ。お誕生日おめでとうありがとう、ママさんネイル綺麗だって、うん、こうやってやってますね今。そう、後ろがママさんですね、そうです、そう、ママがいます。ペンどっか行ったんだけど、ペンどっか行ったんやけど、なんかあれ、また、そう。ママヨガ極めた、ママヨガ、ママもうねヨガね全然やってないから、そう、怒ってあげて、みんな、そう、みんなね、そう、誕生日またありがとう、嬉しいな、タワー、そう、ありがとうございます、そう、嬉しいな、うん、
はい、ペペありがとう。てるてる。は。ありがとう。あ、そして15分が経ちました。ありがとうございます。15分ありがとうございます。イエイ、誕生日おめでとう。ありがとう。ということで、まずは283日です今日。ありがとう。283日ありがとうございます。2回目の方もいると思うんですけど、ありがとうございます。じゃあケーキを見せたいと思います。ケーキ。僕のケーキを見てください。溶けてきてる？見て、せーの、あ、見えんな、見て、顔なの、顔、チャローン、見える、見えますか、え、これ落ちる、これ落ちる可能性ある、ない、見て、わかるね、あの日のココちゃん、あの日のココちゃんだよ、すごくないですか、めっちゃ可愛い、なんかね、ありがとう、ママありがとう、あ、そう、落ちた、そう、すごいでしょ、ケーキ、ココちゃんのお顔、ココちゃんのお顔のケーキです、似てる、そう、わかりますか、え、すごくないですか、そう、クマさんヘアの時のココちゃんなんですよ、実はデリーンそう、写真を撮りました、ちゃんと、そう、じゃらーん、あ、怖っ、手についた、はい、ということでこんな感じです、すごくないですか、すごい、ありがとう、すごいよみんな、そう、食べ、なんかこれさ、自分を食べるってすごい、どんな気持ちだろうねっていう、そう、みんなにもあげたいそう、ありがとうございます、じゃあ封してもう溶けてるから、あのママに持ってってもらうそう、ぜひスクショしてね、スクショ、マジでめっちゃびっくりした、え、自分の顔なのって思った、サイリウムカラーにしてよない、ね、ない、ピンクと黄色と紫とピンク、ん、ん、どういうこと、ん、分からんのうん、あ、そういうこと、じゃあ何でもいいですじゃあ何でもいいですね、ありがとうございます、え、めっちゃタワー、めっちゃタワーありがとうございます、やばい、もう書けへん、書けへんよ、タワーありがとう、待って見るね、ママがろうそくさしてるから、プリキュアの指示、タワーありがとうございます、うさぎさんもタワー2個もありがとうございます、すごい、タワー2個もありがとう、そう、ありがとうございます、え、ハッピーバースデー、電気消そう、え、ここにあるやん、ハッピーバースデーえ、これ電気消すのあり、これ電気消すのあり、いや、ありだよね、ねえ、電気を消して封してやります、やります、これ見えるかな、ほら、ママちゃん頑張れ、ふーして、ふーして終わるね、そう、頑張って頑張って、ママがね、あ、ついって言いながらやってますね、そうちょっとね、なかなかつけれないですね、ふーして、見て、ろうそくの明かりが、そう、ふーしたら今年の誕生日も終わりを迎えようとしています、ということで、いきます、電気消すね、あーすごい、みんなと迎えるケーキですよ、あ、見てよ、はい、いいお話で、あ、いいの、封して、もっとそうと、ふう、あ、ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアココちゃん、ハッピーバースデートゥーユーふっ、いやー、かわいい、はい、ありがとうございます、はい、ということで17歳です、17歳になりました、イエイエイ、ありがとうございます、イエ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 イ、17歳になりました、ありがとうございます、17歳です、
17歳。え、一口食べていいの？やったー。え、じゃあいちごのところ食べるね。いちご食べるね。ここでいいやもん。見て、一口だけ食べる。うーん、おいしい。めっちゃおいしい。頭さ、割ってもいい？あ、怖いのでやめますあ、じゃあこれ食べたい。これ、これを食べて。うーん、みんなにあげたい。じゃじゃーん、イエー。うーん、チョコ、うんふん、ココちゃんのケーキなんでココちゃんが食べます。大丈夫ですか？うん、うんふん、幸せ、めっちゃ幸せ。うんうんうん。おこなはおもろい。うん、おいしい。独り占めだよ。やばい、幸せ。やっぱケーキはおいしいな。ありがとう、みんなめっちゃ幸せだよ。なんか今までで一番さ、素敵なありがとう、たぶんありがとう。嘘やん、うん、嘘やんありがとうございます。うん、うん、この人はちょっと違うこと言ってますね。うん、後で見るわ。かっこいいレさん、タワーありがとうございます。うさぎさん、ニコもありがとう。あとはバイバイママ。あとは待って、ミレン、そう喧嘩しないでごめんね、喧嘩しちゃうよ。え、今見てる。クロミちゃん、かっこいいレさん、ありがとう。そう、ママちゃんがもう行ってしまいました。さようなら。ママがココちゃんのお部屋から退場しました。ママ行かないでやば、ママはさようならしました。お品が3つありがとう。え、もう書くね、急いで書かなきゃね。もうどこまで読んだかわからんもん。でれれ誕生日です。今日はね、どこまで読んだかわからないので助けてください。やばい、みんなわからないよ。どこまで読んだか。タワーたくさん、でもタワーたくさん本当にありがとう。頑張って探します。お礼はね、言わないとね、いけないのでね。歌丸役さん行った。あ、ここまでかな、行ったの多分。あ、ここだ、こっからだ。よし、書くぞ。え、これはなんだ、待って、一回メモした方がいいよね多分。メモしよう、メモして。だってさ、探してたらさ時間なくなっちゃうもんね。メモ大事だ、メモだ絶対。うさぎさん勉強のし、うさぎさん、ででほいほい。ほほ、よいしょ。やばい、コメントがね見れんよ、やばいよ。はい、
よしよし、誕生日おめでとう、ありがとう、遊びに来てありがとうね、メモしたので多分これでいけると思います。よし、みんなのコメントをたくさん読みたい、コメントも読みたいんだよ、ちゃんと。去年の誕生日は何してたか覚えてる？アンダー18のレッスンでした、去年は。今頃ねレッスンしてた絶対。どういう風にしようかな。誕生日おめでとうありがとう、嬉しいよ、誕生日おめでとういっぱい言ってもらえて。そう、クマさんだよ、私もクマなの今日。クマさん、クマさんが2匹います。クマ、そう、誕生日おめでとうありがとう、みんなさん言ってくれてありがとう。ぜひツイッター載せるので見てね。クマ、白衣、白衣の人どんな感じ、多少座り、多少座りしてるの、かわいい、体操座り描こう。オイラもね、そう、ここクマです、ここクマ。そしてそう、ツイッター待ってて、あ、そう、あのね、今日はね、長くするよ。うん。でもね、お誕生日あげるやつはもうね、3日前くらいから決めてて、あのね、強き者よの時に撮ったやつなの。クマ、え、超分厚い、もう超でかいんだよ。多分立ったらめっちゃ大きいクマさんだと。そう、強き者よです。その時にね、なんかね、17ってしたね、手をね取ったのよ。だからそれを乗せたいんだよ、準備満タンだよ。あうみさんがね取ってくれた。はい、タワーありがとうございます。は、見て、なんかさ、なんか休んでるスーパーマンみたいな、休んでるスーパーマンになったんですけど、白衣です、これは一応、一応白衣を着てる人なんですよ、一応ね。はい、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。膝すりむいた人かと思いました、確かに。え、うまいね。ありがとうございます。え、すごい楽しい、今日やばいです。休んでるスーパーマンという感じで、続いては、なるほど、アバターの人ですね。ね、呼ばれてなかったりしたら教えてね。そう、ありがとう、おめでとう。あ、コメントしてくれてる。ありがとう。いや、俺、謎のアバターだけは本当に上手に描けて、いや、本当に俺、多分謎のアバター考案者なんですよ、多分。絶対に。てか、もうなんなら絶対にそうなんですよ。そう。幸せです私は。いや本当に幸せで、え、なんか今日幸せ、え、なんか幸せだよ。今までで一番幸せなお誕生日な気がする。どう思うみんな。ココちゃん幸せなんですよ今。ありがとう、夏のアバターの人、ありがとうございます。どうそう、いや本当になんか幸せでやんすね。そう、17歳なんですよ。いや本当にこれ上手に描けるな、本当に。私多分これ私が考えたんじゃないかってぐらい上手に描ける。これなんか謎を感じるんですよ。ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、幸せです。次、うさぎさん、そう。ココちゃんが幸せなら、俺も幸せだって、好きです、俺も幸せですね。
それがね。え、俺の方が幸せでしょ。え、みんなさ幸せ？そう、みんな幸せですか？ね、ココちゃんのアバター欲しい。あと少しだよ。あとね、もう100日ないくらいなので、あの本当に楽しみ。どんなアバターにしようかなって。え、ココちゃんがいるから幸せとか泣く。幸せ、え、そう、幸せよ、幸せよ。そう、ありがとう、うさぎさん。タワー2個だよね、かける2。はい、ありがとうございます。泣いちゃい、お誕生日です。なんかそのやっぱフィンランドとかで出会った人がいるじゃないですか。うん、本当になんか頑張ってよかったなって思ってる、あの時。ね、お誕生日ありがとう、いつも幸せをくれてありがとう。こちらこそだよ。なんかみんなのおかげでなんか生きててよかったって思う。生きててよかったよ、本当に。なんか生きててよかったな。そう、幸せなんですよ。ね、そう、生誕祭、あ、生誕祭から1年だって、もうすぐで。早いね。なんか生誕祭のね、ママからの手紙見て、いまだに泣いちゃう。プリキュアのしありがとう。そう、ありがとうございます。そう、ポちゃんの配信がパワーの源。あ、嬉しい、ありがとう、嬉しいよ。そう、え、本当に泣いた。なんか手紙では泣かんかったんやけど、なんか急に自分が喋る場になったら超泣けてきて、本当に私はあの時ぐらいからちゃんと感情が芽生えました。そう、何回見ても泣く。え、多分ココちゃん何回見ても泣くと思う、本当に。そう、ココちゃんはめっちゃ泣きました、あれはね。え、今日お誕生日の方いる？そう、はい、かっこいいレさん、ありがとうございます。タワー、お城か、お城ありがとうございます。お城、今日お誕生日だ、やばい。このクマさんゲットしたからもうお化けも来ないかなと思ってる。そう。会社サボって来てくれたの？嬉しい。会社サボってもう来てよかったよ、本当に。会社サボってくれて。あの時泣くとは思わなかった。え、そこちゃんはあんま泣かないの？なんか誰かの生誕祭とかでも、なんかあんま泣かなかったんだけど、自分の生誕祭はやっぱ泣きました。泣きました。これもらったの！そう。もらったんです。そう、ありがとう。コーナーさん、ヒメタン2人の生誕祭。え、ヒメタンはめっちゃおもろかったよね。ヒメタン、私ヒメタンの生誕祭出たんですよ。その時にヒメタンがもう、ヒメタンは手綱で生誕祭したんですよ。で、僕らの風でもう、あの隣だったの、この最初後ろ向いてる時にヒメタンとね、隣だったんですよ。もうね、最初からすごい泣きそうで、もう最初から泣いてた、ヒメタンは。ですごい、私もね、あれを見て本当に笑った。なんか感動した、すごい。ヒメタンは、あ、泣くんだって思って、すごい。ヒメタンのも泣きそうになった、かわいい。え、めっちゃおもろかったな。でもヒメタンの生誕祭も感動だな。うん、ヒメタンらしい感じです。そう、その公園僕もいた。本当？ヒメタンの生誕祭いましたか？みんないた？ヒメタンの生誕祭。あれはね、
超可愛い姫だ。そう、今までで一番泣いた生誕祭は自分の生誕祭だよ。圧倒的。うん、なんかもうさ、ファンの人見てると泣ける、泣いちゃう。だからあの人の生誕祭、誰かの生誕祭の時もあのファンの人が泣いてるの見るとあのめっちゃ泣きそうになる。ってなる。すごい泣きそうになるんだけど、なんで俺が泣くねんって思うと、なんか俺が泣くのはなんか違うかなって思って、そうなんか強い意志を持ってる。でもファンの人見ると泣きそうになる。なんでそんなにみんな優しいの、本当に。なんか優しいよね。なんかなんでそんな優しい心を持ってるの。そう涙。え、みんなどうしてそんなにさ優しい心を持ってるんだ。クロミちゃん、タワーありがとうございます。後ろありがとうございます。そう、先輩の願いさんも他の子の生誕で号泣してた。願いさんね、優しいからね、泣いちゃうんだよね多分ね。そうそうです、マジでおもろい。ほ最後がうさぎさん2号ありがとうございますほね、ピオスさんピオスさんピオスさんも泣くんですか。そうね、お誕生日の歌ありがとう。タワーめっちゃありがとうございます。はい、うさぎさん2号ありがとうございます。タワーはい、多分これで全員かけたと思います。そう、クマの口が気になる。えこれはお口です。そう、誕生日ありがとうございました。いっぱいタワーとかいっぱいおめでとうとかもありがとうございます。なんか幸せって感じ、本当に。ケーキもママが用意してくれて幸せです。みんなたくさんお祝いしてくれてありがとう。そう、嬉しいな、嬉しいな。みんな優しいね本当に結構さ、めっちゃ入るんですが、バックね、おめでとうありがとう。うんうん、そう、こんばんは。本当にココちゃんのファンになってくれてありがとうございました。本当に嬉しい。ヨットもありがとう。ヨットもありがとうな。誕生日、そう、誕生日おめでとうありがとう。そう、ヨット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 、ちょっとパワー。そう、ヨットさん、そう、お友達来たん、お友達来たん。あなたはケーキ作ってたんでしょ。そう、またたん、ありがとう。ヨットもありがとう。ヨットヨットありがとう。タワー、ヨットさんありがとうございました。いつも呼び捨てしてるけど、本当はね、あのね、呼び捨てはねダメだと思ってるよちゃんと。そう一人なのにケーキワンホール買っちゃった。食べれるよ、絶対食べれる。そう、食べれるよね。どうするの、みんなさ、ケーキさ好き？
そう。そう。は、あ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 りがとう。ありがとう。ニコも。え、これはリラック、リラックマン。リラックマンかけんよ。あ、こういうことか。そう。クリスマスね、太るね。え、ココちゃんさ、そう、あれなの。ジージが26日生まれで、そう、二人でお誕生日のケーキを食べます、ココちゃんの。これから。そう。そう、じいじが26日なんですよ。めっちゃ近い。頭崎さん、ありがとう。え、くちばし、くちばしもありがとうございます。そう、なんかじいじはなんか食べないの。じいじ全然超ガリガリなんですけど、じいじは食べんから、ここちゃんが無理やり食べさせます。ここちゃんのケーキをみんなで分けて食べさせる。そう、ありがとうね、プチパシありがとう。え、そう、じいじね、食べないって言うから、もう食べなさいって言うの。じいじ、なんで食べないの。そう、くちばし、ありがとうございます。くちばし、これなに。え、ママから LINE 来たんだけど、じいじは69歳になりました。私のじいじは69歳だって。おじいちゃん、じいじは69歳になったそうです。おめでとう、じいじ。パチパチパチ。じいじとお誕生日はいつも同じでやってましたね。おめでとう。そう、まあまあちゃんと配信見てるから、どうしようか。ありがとう、ケーキとかもありがとうございます。 Now もうすぐ7時だって。皆さん大丈夫ですか。まだ車ー、俺のタワー、ありがとう。あ、17歳肩が見た。17歳です、ありがとうございます。やば、なんかついに迎えちゃったって感じ。なんか実感ないんですけど、そう、なんか信じられんもん。嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。そう、お姉ちゃんココちゃんになったんですよ。下ジャージ、え、見ないでもらえていいですか。俺今日ジャージジャージなんですけど、ちょっと見ないでもらっていいですか。逃して、それは。ハートめっちゃありがとうございます。ついにね、もうね、来年はね、来年は18歳になります。そう、18歳になん、あの、なるので、あの、あ、これダメなジャージ、これ、これダメなジャージよ。だから17歳の1年は頑張りたいと思いますね。楽しいね、大人になんてならないで。そうだよ、今年の、あ、来年、今年、え、やばくない？今年も終わるんやん。やばいね、やばいよ。今年がもうあと2日で終わる。2日、3日で終わります。やばいです。俺生きてるか、そんなことを言うな。そう、18歳のココちゃんは想像できん。確かに、なんかいつまでたってもみんなさ、赤ちゃんって言うんでしょ。赤ちゃんって言って、いつまでたっても。そう、なんかいつまでたってもココちゃんはココちゃんでいたいなと思います、本当に。そうですよ、おいらは、おいらは赤ちゃんです、ずっとずっと。
なんかさ、E公演とか見てたの。この間の E 公演を私見たの、その24日の。え、なんか子供がいますがって思ったら、ね、ここちゃんだったんですが、そう、なんか一人だけさ、なんか子供みたいなそう、なんかみんな大人の顔ですごい可愛いから、今年はあの大人の顔になることを目標にあの行く。なんかめっちゃ子供の人いるやんって思ったさ、俺やんえ、なんかツインテールしてたってしてる子がいて、ココちゃんだったね。いい公園ね、めっちゃいい。そう、西さんは、そう、なんか西さんはあの全身を見るとめっちゃ俺がギュッてしてあげるっていう感じなんですよ。そう、西さんはあの抱きしめてあげたいと思うのよ西さんのさ、小ささはあのすごい可愛いの。そう、ちくわ投げなくなるの？ちくわ投げるよ、ちくわ投げるよ、だよ。そう、西さんとは結構喋れましたそう、ギュッてしたいなって思うんだけど、あのちょっと恥ずかしいからできない。そうなんですね、E公演に出たい、出るぞ。いつかあるのかな、 E公演ね。西ちゃんをおんぶしてあげて、西ちゃんをおんぶします。そう、そうなんですよ。ちくわちくわ、悪いやつにゃん銭が飛ぶよ。でテレテンテレテンテレテレテレテン。西ちゃんが一番、西さんが多分ね、背絶対低いでしょ、絶対でしょ。もうそうあるといいなって思います。早くね、ドンちゃんが、ドンちゃんって言っちゃった、ドンちゃんさんが早く元気になってほしいですね。シュッシュッ、悪いやつな銭が飛ぶよ。シュッシュッシュッシュってやってるでしょ。こうちゃん画面近すぎて恋しそう。いつまでも近くに行くよ。そうだよ、悪いやつにはね銭が飛ぶんだからね。みんな大丈夫？お誕生日おめでとう、ありがとう。そう、いや、ここちゃんもね、もうすぐ20歳ということで、本当に頑張ります。そう、ぜひ公園来てください。17歳ピカピカの17歳のココちゃんを見に来てください。本当にね、飛んできた、飛んできたってことは悪い人だ。そう、銭で、銭ゲットしたことありますか？そう、あの銭すごいな。銭ありがとうございます。そう、おーちゃん、末永さんはあのまだの仲良くないとってかね、ちょっと恥ずかしさがねあるのよ。めっちゃ丁寧ありがとうございます。そう、誕生日プレゼントもらった、これ待っておる。明日分かるんだ。へえ、そう、ジュリナさんとも仲良くなって本当に。え、ゆうかたんさん投げた銭ゲットした、すごっ、すごすぎ。そう、だから末永さんがいつか一緒に出るじゃないですか。だからまたおしゃべりします。そう、最高に嬉しかった。それはそうよね、絶対嬉しいよ。うん、キャッチしたいもん。え、ココちゃんもそのファンのところの席に座ってたら欲しいもん、銭欲しいもん。そう、銭が欲しい、オイラも銭欲しい。銭、推しの先端でゲットした、おい、すごっ、すごすぎる。それはもうすごい。いつかのサイレムの以来、え、あのナーピーさんがあの延期やないですか。なのでまだピンクと黄色と白でいきます。今年も来年もピンクと黄色と白でまだ行きたいと思います。ココちゃんが投げたの欲しいね。投げたい、
困らしちゃうよ、困らしちゃうよ。そう、神経ってどうすんの？引っ越しマスターするときってさ、神経どうなってんの？先の方は先の方はどうなってるんだ。そう困らしちゃうよね、マジで。本当にこの間24日なんかめっちゃ体調がなんかなんていうの、めっちゃお腹が痛くて、そう、めっちゃお腹痛かったのあの時なんか実はね、めちゃめちゃお腹が痛くて、あ、もうどうしようと思って、あ、これやばいと思って、なんか本当になんかあんまりちょお腹が痛すぎて本当にお腹痛かったっていうそう、めっちゃお腹痛くて本当にやばかった。本当に頑張ったの私。いや、これいや、なんか一番あのもうお腹出してる時もこれはやばいぞと思って、そう、腹痛でしたね。あの金木犀が本当に大好きになったあの日、もう金木犀あってよかったって思いました。でもあのクリスマスローズから治って、そう、クリスマスローズからは全然治った。ね、わかんない、なんかめっちゃお腹痛かったんよ。そうあの時やばかった。中曲、いや中曲じゃないな、いやあれだ、狩りだ、狩り、お縄と狩りの時がやばかった。そう、本当にお腹痛い顔してるから見てほしい。そういやマジで、えでもクリスマスローズの時には治ってたんよ。いや面白かった。いやそんな感じがした、やっぱり。えお腹痛い痛の顔してる。えほっぺつねるの衣装で絶対悪化したんよ。そう、お腹痛い顔してるから。でもクリスマスローズからは痛くない顔してる。そう、見てみて、アーカイブ見てね、お腹痛い日の。えぜひ見てくださいあれ決め顔と見せかけて、あ、お腹痛い、お腹痛い。え、そう、え本当に見てほしい。え、決め顔と見せかけて実は心の中で、あ、やばい、お腹痛いって言ってたそう、いや本当にあの日はお腹痛かったな。てん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 、いや、そういうところに注目してみてほしいなと思いますそう、騙された、やばい、騙しちゃったのこれは。いや、お誕生日なんですよね、本当にやばい。いや、なんかお腹、じゃあお腹出るの、あのピンクの衣装見ても可愛いからお腹出せますお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。そう、お腹痛い痛い公演、え、そう、あのクリスマスローズまでお腹痛いよ公演なんですよあれね。お誕生日おめでとう、ありがとう。え、本当に本当に今年の1年は昇格したりとかして本当に嬉しくて、なんかいいことばっかって感じ でチームインにも行けて、なんか本当にファンのみんなさんともすごい仲良くなって、なんかあの自粛期間中にあのファンになってくれた方とかがたくさんいてくれて、こうやってたくさんおめでとうとか言ってもらえてすごい嬉しかったですまだあのそう会えないけど、これからもずっと応援してほしいなって思いました。はいはい、来年も17歳の鈴木ココナちゃんもよろしくお願いしますね。お願いしますね。みんなに出会えて本当に良かった、本当にみんなと出会えてこんなに幸せです今。早く会いたいわね。これからもよろしくお願いします。いい一年になりました。パチ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 こんなに幸せな子いないよ多分世の中に、ってくらい本当にみんなのおかげで幸せで毎日楽しくて、早く会いましょう、早くね会いたいです。これからもずっと応援します、ありがとうございます、これからもお願いしますということでそろそろ終わろうかな。
見て、スクショしようよ。はい。は、クマ、クマさん。そう。クマ。はい、ということで。逆だよ、もちろん。もちろん逆だよ。もうシワシワになっちゃったんやけど。はい、ということで今日は本当に見てくれてありがとうございました。幸せです。ということで今から読みたいと思います。ランキングをね。57位がおつまくアバター、ありがとうございます。はい、あ、やばい、1がパンパンパンになっちゃった。はい、続いてが13位が白衣の人、ありがとうございます。はい、12位がくちばしさん、ありがとうございます。11位がたこ焼き、ありがとうございます。10位が謎のアバターの人、ありがとうございます。9位がヨット、ありがとうございます。8位がきりみちゃん、ありがとうございます。7位が卵、ありがとうございます。6位が食いしん坊さん、ありがとうございます。5位がくろみちゃん、ありがとうございます。4位がペンペン、ありがとうございます。3位がおたまじゃくたん、ありがとうございます。2位がうさぎさん、ありがとうございます。そして1位がかっこいいりゅうさん、ありがとうございます。イェイイェイ、パチ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 。ねえ、本当に嬉しいです。今日はたくさんありがとうございました。そう、本当になんかみんなと出会えたことが幸せでした。あ、お城、お城もまた1個ありがとう。プリキュアの人ありがとう。お城、お城ありがとう。そう、ありがとう。改めてお誕生日おめでとう。ありがとう。楽しい。またタワーありがとうございます。かけるタワーかける2。はい、プリキュアの人ありがとうございます。またよろしくお願いします。みんな、はい、ココちゃんに会えて幸せでした。幸せでした。そう、幸せですね、本当に。はい、今日は本当にありがとうございました。めちゃめちゃいい誕生日になりました。ありがとう、みんな。はい、ということで最後にスクショして終わりたいと思います。スクショして終わります。どうしよう、どうしよう、やっぱここにします。クマと撮るね。ブーン、お願いします。最後に、はい、ということで今日は本当に素敵な誕生日になりました。ありがとうございました。はい、みんなこれからもココちゃんのことを応援してください。よろしくお願いします。ということで今日は長い間見てくれてありがとうございました。そしてたくさんのタワーもありがとうございました。またここの便りとかしてくれたら見るのでよろしくお願いします。みんな大好き、みんな大好きだよ。ということでバイバーイ。今日は本当にありがとうございました。バイバーイ。